さあ今宵も行きましょうか。今宵ラジオでお送りさせていただきます。高島さんの事件について今日もねお送りしていきたいなと思うんですけど、まあびっくらこいたっていうところなんですが、高島真奈美さん長女も199条の容疑で逮捕されたと、まあそれはね昨日もお送りしたんですが、今日はね考察などなども含めて考えていきたいなと思いますが、ある意味ね私ちょっと関根制覇とその境遇が似てる部分もあるんで、マジでこいつ狂ってんなって思うところもあるんですけど、境遇っていうのはまあその上の関連ね、意外と私もそうなんですよ。なのでねちょっと感情的になってしまう部分もあるんですよ。そうふざけんなよって、まあ私の親族がやっぱりね上野でお店などやってたりしますんでね、だからといってあんなことせんぞマジで。まあちょっとね今回その199条でそのまなみさんが逮捕されたっていうのがちょっと今回ミソになってくるんじゃないのかなと思うんですけど、まずねまず流れで説明していくと、高島さん夫婦が上野で店を経営しておりますよ。で今までね報じられていたところで言うと、その関根制覇は内縁の夫なんですけど、高島さんの長女とこう交際することになってマネージャー職として働いていくんですが、まあ高島さん夫婦に出資、金を出してもらって、店を何店舗かね、プロデュースしているんですよ。で、ある程度やっぱ儲かってましたと。で、儲かってたんだったら、分け前よこせ。まあ、そりゃそうだよね。お金出してんのお父さんだもん。でも、いやいや、ふざけんなよと言っていたら、去年の末に、その、長女、まなみさんが役員を解任されたわけなんですよ。それはね、関根制覇外し、その、権力をちょっと弱めていこうと。お前ちょっと持ちすぎだと、経営に踏み込みすぎだというようなところなんですけど、それで今回ね高島さん夫婦を消してやろうというようなことになったのではないかというような話なんですが、でまなみさんはね今のところ報道で言われているのは、関根制覇からまなみさんに対してあいつら上の歩けなくしてやる、消してやるっていうようなメールがあったというのと、その計画は知っていたっていう供述のみなんですよね。今明らかになっている、報じられている範囲で言いますと。そうなんですよ。そこだけで言ったらさ、通常考えられるのは幇助になるんです。その心理的に容易にしたっていうのは幇助なんですよ。だからね、199条の容疑で逮捕されることはないんです。っていうことは、それで逮捕されているということは、計画に大きく関わっているというような証拠を警察は持っている。だからそれで逮捕したっていうことが言えるんです。まあこの証拠に関してはね、まあまだまだね明らかになってこないと思うんですけど、ただ実の親をそういうふうにするかっていう話なんですよ。だってさ、高島龍太郎さんの年齢考えてもあと10年もしないで、またはね10年ぐらいで少なくとも第一線は退くわけじゃん。で、次女の方はね、海外に住んでいるわけなんですよ。っていうのを考えてったらさ、10年待てばいいんだよ。そうすれば、その、株式はやっぱりね、お父さんたちが持ってると思うんだけど、代表権は持てるわけじゃん。でしょ？だから代表権を持っていれば、その、高島さんのお金で店を出した数店舗だけではなくて、ある意味全店舗の経営を担うことができるんですよ。ただやっぱりね、経営権、株式を持っているお父さんお母さんにある程度やっぱね、口を出されたりっていうのもあるかもしれないけど、でもさ、年齢考えたらね、15年待てばもう何も言わんくなると思うんですよ。それこそね、経営が傾いて、あの株主配当金も出ないとか、もうニッチもサッチもいかない、もう経営やばいぞってなったら、そりゃね、助けてっていうので、こう、またはね、潰れるぐらいだったらっていうので、こう、手を差し伸べるっていうこともあると思うんですけど、でもさ、普通に考えたらもう15年もすればね、もう何も言わなくなるんだよ。でもそれすら待てない。っていうのはね、もしかしたらなんですよ。もしかしたら、if、私の想像なんですけど、なんか2つに1つなんですけど、1つはね、その幼少期から何かムカつくことがあって今回のでポーンと弾けたのか、もしくは関根制覇に洗脳されているのか
のどちらかだと思うんです。でもね、そのムカついているだけだったらさ、あと十数年待てばいいんだよ。そしたらもう何も言えないわけじゃないけど、ほとんど言わなくなるからね。たったそれだけでいいわけでしょ。その間さ、あの轟の家も家賃が70万ぐらいか、すんげえ金もらってるわけじゃん。もうセレブな生活遅れてるわけでしょ。いいじゃんそれで、って私は思ってしまうんですけど、ましてやね、その関根正派に経営であったり仕事は任せて自分は主婦業のみでいいわけでしょ、っていうふうに考えていくと、もしかしたらね、関根正派が洗脳空気入れたんじゃねえのっていうふうに考えてしまったわけなんですよ。で、そういう歯がゆい状況の中でじわじわとそのまなみさんを洗脳していく、空気入れていく、俺はこんな頑張ってこんな利益上げて、でもこんなことを言われ、で今後ね、まなみと一緒にこういう家に住んだり、こういう車買ったり、またはね、一緒にこういうところに旅行行きたいのにできないじゃないかとかね、一緒にもう席入れて、もう本当ずっと一緒にいたいのにできないじゃないかとかね、そういうのを長い時間をかけて空気入れてきたんじゃないのかななんて思ってしまったんですよ。その当初からね、やっぱ気になっていたのが内縁っていうとこなんですよね。内縁関係、そこが気になっていたんですよ。だってさ、もう席入れちゃってもいいわけでしょ。でも内縁っていうのは、まあ関根正派がね、その高島さんの店に来てからまだね2年くらいなんで、まあ将来店を任せるっていうことも考えて、お試し期間みたいにしてる可能性もあるなと思ったんですよ。その変なお絵かきみたいなのをね背負ってるぐらいなんで、そりゃ親としては気になるよ。だってもう十数年待てないわけですよ。っていうことは、しかも引き金となったのが経営権なわけですよ。そのまなみさんが役員を解任された、責任外しがスタートした、それが引き金となっているんで、ということは関根正派が外された、じゃあその正式な結婚がなくなるなら消してしまおう、これ考えられますよね。でその間もそのお父さんお母さんがこうだったんだああだったんだ、空気入れられていたらさ、それがもう導火線に火がついたような状況となってもおかしくないというふうに考えることができるわけなんですよ。と思いませんか？どうでしょう？こういうふうに空気を入れられていく中で、今回ね、着火しました。それで一緒になって計画を練ったところもあんじゃないの？で、それが、こう、証拠として残ってしまった、もしくは証言として出てきたことによって今回なんじゃないのかな、というふうに思ったわけなんですよ。で、実際問題なんですけど、この事件の後、その、実際、まなみさん、代表権、返り咲いているんですよ。だってね、まあ、その、妹さんとしてはね、米国在住、まあ、海外在住なんで、その、今の生活を捨ててっていうのは、やっぱ考えにくいわけじゃないですか。で、今までもね、その、役員ではなかったわけなんで、で、今回お父さんお母さんがそういう状況になりました。じゃあ日本で今まで経験のある、じゃあお姉ちゃんお願いね、みたいな感じだったと思うんですよ。実際問題、代表に返り咲いているんです。で、おそらくなんですけど、その、相続として、その株式などなどもね、引き継ぐようなことは考えていて、手続きもね、進めようとしていたんじゃないのっていうことが考えられるんです。でね、今回ね、やっぱちょっと思ったのは、これ前回のやつでも言ったんですけど、その、まなみさん、奥さんの方が逮捕されるっていうのはある意味想定外だったと思うんですよね。だってさ、それが発覚しちゃうと、じゃあ何が起きるのって言ったら、その、そういったなんか悪さしてしまうと、相続権がなくなるんですよ。だってそんなことして相続受けられるんだったらさ、資産家の家なんてみんなもうね、バトルロワイヤルになっちゃうわけでしょ。だからそういうのを防ぐために、悪さしたら相続権剥奪しますよっていう法律があるんで、だからね、全部次女の方に行くんですよ。で、次女がね、アメリカ、まあ、海外での暮らしを捨てて、その日本に戻ってくるのか、それとも全部を売却して、今の生活を維持
するのかはわかんないですけど、ただどちらにしてもね、関根制覇、並びにその奥さんは、何の旨味もなくなっちゃうわけなんですよ。捕まってなければさ、最悪関根制覇が捕まったとしても、いつか出てきた場合ね、出てきた場合、また、まなみさんがね、こう、養ったり、そこで経営をもう一回発揮すればいいわけなんですよ。だからね、関根はね、何重にもね、トラップを仕掛けていたと。佐々木光、その平山良健、菅和歌山、その辺のフィルターがある。で、最悪自分が行ったとしても、出てこれれば、なんとかなるというような、トラップっていうかね、そういうのをね、何重にも仕掛けてたっていうのはすごいなと思うよ。ただすごいんだけど、メールの履歴が残っていたりとかね、そういうちょっと細いっていうか、爪の甘いところで、まあ、やらかして、まあ、今回ね、すべてが破綻してしまったっていうとこなんじゃないのかなと思います。ただね、もしかしたらね、あまりもロングになりそうだから、もう、せっかくだったらお前も巻き込んでやるみたいな感じで、関根制覇がすべて言ったのかもしれないしね、そこはわかんないですけど、まあその辺も含めて今後明らかになってくるのではないかと思いますが、いやー、多分どうなんだろうね。関根が空気入れて洗脳してったんじゃないかと私は思ってるんですけどね。だって正常かどっかでね、こう熟女ではないけど女性をたぶらかしてさ、何千万か奪ったわけでしょ。僕このままじゃ死んじゃうから手術費くださいとか、なんかいろんなこと言ってお金引っ張ってきたわけじゃん、過去にも。そういうのを考えていくとね、その辺お金引っ張ったり洗脳するっていうのがね、上手そう、うまそうな気がするんですよね。それでまなみさんもやられたんじゃないのかなって思ってしまう私がいます。ただ今回はもう本当予測不能なね、あまりも狂ったというかね、そういう事件なんで、どう転ぶかは分かんないけど、現段階ではね、そんなような気がしております。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録お願いいたします。またね。